おい、いい加減話してもらえねえかな。彼女を人間に戻す方法ですか。まあもう少しだけ待ってください。ひょっとしたら彼女自身その方法を知ってるのかもしれません。どういうことだ。ほら、ん、なんだこりゃ。見ていればわかりますよ。人間に戻れるってことか。ええ、私の調べではアメリカにはあと2つマリスを封印した遺跡があります。それを全て解き放てば。なるほど、そこまで聞けるよ。もうてめえに用はねえ。まあまあ落ち着いてください。確かに私がいなくても彼女は自分で遺跡の場所を探し当てるでしょう。しかしそれを邪魔しようとする人間がいるとしたら。何？ギルバート！あの女！やっと見つけた！どうしたんだよ、いきなり。あの女は姫様、そして我が部族の仇だ。つまりあいつらがエドナの本当の仇ってことだな。レディの邪魔をしようってあいつらのことだ。それだけではありません。彼らは彼女をレディさんを殺そうとしてるんです。レディを殺す。ところでキラーさん、あなたは先日ラスベガスで不思議な光景を見ませんでしたか。空間が歪んでそこから巨大な生き物がこぼれ落ちてくるような。てめえ、いつから俺たちの後をつけてやがる。あれは彼女、レディさんの力に触れたものだけが起こせる一種の奇跡なんですよ。異界から圧倒的な力を持つ神々を呼び出し、この世の愚かな生き物を滅ぼしてくれる。神？あれが神様？面白い冗談だな。だが気に入った。どれ、俺にもその奇跡ってやつが起こせるの試してみようじゃ。邪魔よ、解きなさい。邪魔はてめえらだ。エドナと同じなのか。
ゃあこっち見て。笑って笑って。Yeah!
この程度の連中にやられちまったのか。神様ってのも大したことねえな。さて、なんだ姉ちゃん、先に殺されたいのか。たちは向こうの方を見てきます。浮かれて迷子になんじゃないよ小僧。にゃんにゃんにゃん師匠、やめください、やめください、師匠やめて、やめて。俺たちは今、南米の都市リオデジャネイロにいる。あの日、あの女に負けた俺たちはカポネのおっさんの別荘で目を覚ました。レニーが大泣きしてて恥ずかしかったな。シャナイアとナタンはあの女レディを追ってずっと旅をしていたらしい。理由は話してくれなかったけど、怪我が治るまで何日間か休ませてもらっていた時、ネスっていう刑事が訪ねてきた。なんでもギルバートやレディと一緒にいたキラーって連続殺人犯が国境を越えて南米に入ってしまったらしい。もう警察には手が出せなくなったって散々カポネのおっさんに愚痴ってたっけ。それを聞いた俺たちはカポネのおっさんから飛行機を借りてすぐに南米に飛んできた。ひとまず大きな町で情報を集めようってことになって、ここリオデジャネイロに来たんだけど、あの日以来シャナイアはずっと元気がない。レディを捕まえられなかったのがそんなにショックだったのかな。それともう一つわからないこと、なんで俺たちはあの時殺されなかったんだろう。いくら考えても答えは出ないんだけど。Thank you.
ここだな。すいません、お邪魔します。はい、こちらディオスポ編集って、なんだお前か。あ、入稿が明日になる。バカ野郎お前、それじゃ間に合わねえだろうが。巨人にあげてこい。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。見りゃわかんだろ、今人が出払ってて忙しいんだ。後にしろ、後に。時間がないのはこっちも一緒なの。この新聞に書いてあるのは本当？それとも嘘？うちの新聞は嘘なんか載せたことねえ。まあ確かに最近はうさんくさい記事が続いてたと思うけどよ。うさんくさいってどんなこと書いてたのさ。うん、あ、どれどれ。ロズウェルに UFO 墜落、シカゴマフィアを裏で牛耳る巨大猫。普通の人は信じてくれないかもね。違うよ。あ、ちょっと。にゃって。この写真の場所は？大陸をずっと西に行ったマチュピチュ遺跡のあたりさ。この俺が直々に撮ってきたんだ。よく写ってるだろ？そう、ありがとう。おっかねえ女。ちょっと待ってよ。マチュピチュ遺跡まではかなり距離があるわ。急がないと。待ってってば。どうしたのさ、シャナイア。別にどうもしないわ。だったらいいんだけど、なんだかすごい焦ってるみたいに見えるからさ。ここに死んだ万象に問いかける。精霊よ、今こそ我が呼びかけに応じん。地の封印に不吉な兆候が見える。おばば様、これ以上指を加えて待ってはいられない。俺たちは奴らより先に最後の遺跡に向かう。命を落とすことにもなりかねんぞ。死んでも構わない。役目も果たせず生きていても意味はない。おばあちゃん、ロロマ、見ておったのか。うん、みんな、いなくなっちゃうの？わからん。人の生き死にだけは占うことはできん。あ、そうじゃ。一つお使いを頼まれてくれんかの。お使い？あ、客人を連れてきてほしいんじゃ。